はい、皆さんこんにちは。 ATF バスケットボールスクールの山崎です。皆さん多分コロナウイルスとかで体育館使えなくてすごい困ってるんじゃないでしょうか。ということで、すぐにできる技とかできない技とかいろいろあると思うんですけれども、ちょっとこのあえてこの期間をちょっと筋トレの動画も一緒に上げさせてもらってるんですけれども、あえてこの時間をちょっとね、プレースタイル自体をガラッと変える、そういったなんかこうイメージトレーニングの時間に使っていただけたらと思って、ちょっと今回はこのような動画を用意しました。ハーデンになるためにどうすればいいかということで いやもうそれは死ぬほどスリー練習しなきゃダメなんで、結局は最終的にはもうそこですよ、本当に。もう死ぬほどスリー練習してください。で、ちょっとね、それ以外にちょっと僕がハーデンのね、ハイライトをね、今日ね、3分ほど見てたんですよ。10分ぐらいの動画だったんで、さすがに10分もは見れないなと思って、ちょっと3分ぐらい見てたら、ちょっと何点か気づいたことがあったので、そこをちょっとね、お話しできたらと思います。で、そのまず1点目ですね。ハーデンなんですけれども、まずね、ハーデンはこう攻める前にこうドリブルでまず入ってくるじゃないですか。普段だったらね、ドリブルすんなとか言われますよね、監督に。だけど、ここがね、謎なんですよね。あいつドリブルから全然動けるんですよ。だから、最終的にはドリブルをした時のハンドリングが良すぎて、どの状態からでもすぐにスリーが打てるっていう。どんなきつい状態からでもバチンがしっかりできてスリーが打てるっていうのが、まずこれ大前提です。で、そのスリーが打てる、スリーが入るっていう大前提はとりあえず置いといて、もうそれは要はいつでも練習できるので、そのプレースタイルとかイメージ自体をガラッと変えようと思うと、かなりのイメージトレーニングとかが必要になりますので、ちょっとね、ここでやっていけたらと思います。で、まずハーデンの何がすごいんだっていうことで、すごさレベル1、ちょっと低めのところからですね。まず彼は基本的には、僕は1対1するときは正面から1対1するなって言うんですよ。だからどっから抜いてもヘルプディフェンス来るじゃないですか。ね、右から抜いても左から抜いても。だから、基本的には45度からプレーしたいんですけれども、あれがね、なんかちょっと不思議なことにね、結構正面から行きますよね。彼のいいところはこうドリブルしながらこうかなりの確率でヘッドアップができてるんですけれども、これがオフェンスの仲間を探しているヘッドアップじゃなくて、もしディフェンスを探しているヘッドアップだったらどうしようかなって、どうしようかなって意味わかんないですけど だったらどうだろうということで、ちょっと僕は仮説を立ててみたんですよ。おそらく自分のこっからこういうふうに抜いて、あそこまで行こうっていう、もうビジョンが多分見えてるんですね。どうせその1対1ではこいつは抜けるだろうとか多分思ってるんだと思うんですけど、で、そこを抜いた後に、絶対あいつがヘルプディフェンス来るやんっていうことで、そいつのオフェンス、そのヘルプディフェンスのオフェンスがどこにいるかっていうのを探して、で、そこに対してドリブルをしていって、で、難しいプレーから、ちょっとユーロステップとか強いプレーをした後にさばくとかっていうようなね、プレーをすると、かなり有効的ですよね。だから彼はそのヘッドアップをして最初で、その後に1、2回バンバンバーンってこうドリブルをしますよね。もう思った以上にドリブルが下手でびっくりしました。ちょっともう一遍やってバンバンバーンってこういうふうな感じの ちょっとバンバンバーンって言うほどはうまくないですね。自分への評価もね、しっかりしないとダメなんでね、そのハーデンのことばっかり言っちゃう。で、それをこうしている間に、やっぱりね、一番反応してくるヘルプディフェンスを多分見てるんだと思うんですよ、僕は。本人には聞いてないですよ。だから、そのハイライトで1、2回プレーを見たところによると、おそらくこういうことをしてるだろうなっていう、僕の考察ですからね。だから、おそらくあそこでヘルプディフェンスを見ている、だからそこでパスが出せるんだっていうことなんですけど、結局、そのこういうふうなプレーをして、こう行くぞ、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 行くぞってやってる時に、ポストプレイヤーが一番やっぱり反応してくるなって思ったら、そのポストプレイヤーのいるところに向かって抜いていってさばくっていう、だからまずはうちのチームでもよく言うことなんですけれども、ディフェンスを見なさいと。オフェンスはだいたいスリーポイントラインの外にいるし、いつも味方が練習してる時に動いてる位置なんて決まってるんだから、だからそんなにね、気にしてオフェンスばっかり見なくてもね、だいたいいつも通りの場所にいるわっていう話はするんですよ。だからディフェンスを見る、簡単なことなんですけど、これ結構難しいんですよ。ついついね、味方がいるところを見てパスして、でディフェンスがちょっとディナイ狙ってるのに気づかなくて、でそのままスティールされるなんていうシチュエーション、多分皆さんも経験したことあるんじゃないでしょうか。ですので、ディフェンスをしっかり見ましょう。ディフェンスをしっかり見てプレーをする、これがまず大事です。で、誰が自分のことを一番意識しているのかっていうのを確認すると、
だからもう最初にあいつに最後にパス出そうっていうのを決めた状態で、もうプランがある程度ある状態で1対1ができるんですよ。はい、だからこれが多分ね、彼のヘッドアップの秘密かなと思います。はい、ということが、まあ、これがまず1点目ですね。はい、ね、まあ、ということでしっかりヘッドアップしながら、であとは彼みたいにこう間でドリブルをして、こう行くぞ行くぞって、これは俺の攻め方なんだっていうようなふりをして、要は違う狙いっていうのをしっかり、つけれるようにしていただけたらと思います。はい、ではそのまま、その僕がちょっと思った2つ目のところに行きたいと思います。はい、以前僕の動画で紹介させていただいた 0.5 のタイミングっていう緩急があるんですけれども、まあ、要は簡単に言うと、ボールが右手にある時には0の位置で、右手から左手に渡るまでのこの V 字の距離、ボールが動いたこの距離を1とした時に、 0.5 って言ったらこう真ん中ですよね。わかりますか？0ですよ。 0.5、1、はい、この0.5、 つまりボールが地面についた瞬間に攻めるっていう、まあ、このちょっとした 0.1 秒とかの若干の差なんですけど、これがディフェンスからしたらすごい厄介で、いつ来るんだってね。まあそういうことですよね。うん、まあ、だからそのタイミングっていうのをこうハーデンはちょっと逆利用してるところがあるんですよね。はい、だから要はその 0.5 でも動けるんだったら、逆に言うと 1.2 でも動けるんじゃないのっていうのがハーデンのドライブだと僕は思ってます。はい、わかりますかね、これ意味何言ってんのって。だ、要は0の状態から反対に渡すじゃないですか、1じゃないですか、でそのままよいしょーっていくと、これ1のドライブなんですよ。だからこのタイミングだとハーデンのステップバックっていうのは成立しません。このタイミングってすでに普通にもうキャッチしてるんじゃないのって思ったところから動きますよね。はい、だから彼の中ではまだボールっていうのはキャッチしてなくて、そのキャッチしてないタイミングでステップバックができるっていうのは、多分ほとんど今皆さんこの動画見られてる人たちはハーデンのステップバックはかなりの確率で真似できる人が多いと思います。だけどこれをさらにクロスオーバーとか、まあ、もしくは普通のドライブにつなげるっていうのが、ハーデン選手の厄介なところだなと僕は思いました。はい、これハイライトでちょっと1回しか流れてないんですけど、いやちょっとすごかったです、ほんま。ちょっとできるかな、こうフロントチェンジをして、ここで今ボール持つじゃないですか、このボールを持つタイミング、この持つタイミングをもう1個遅らせるんですよ、もう1個。はい、ここをギリギリまだ持ってない、本当だったらステップバックできる、このギリギリのこのタイミングでもう一回動きを入れる、これがハーデン選手の、ちょっとめんどくさいなと思った、僕がディフェンスだったらめんどくさいなって思ったプレーです。はい、まあ、これどういう原理なんかっていうと、ボールを持って完全に自分の動きが止まっちゃうと持ってますよね。でボールを持ちかけてるけど次の動きがあれば、まあ、ここで持ったっていう風に判断してもらうっていうのが、まあ、彼がこの新しいステップですよね、作った。はい、でこれをこのまま終わるんじゃなくて、こっからキャッチするんかなと思ったら、もう30センチまではいかないな、多分15センチとか20センチぐらいだと思うんですけど、パッと自分も一緒に落ちるんですよ。はい、わかります？で、いやできんのかい、ちょっと待って。はい、一緒に落ちるんですよ。ここでキャッチしたよって。今までだったらここでキャッチしたよじゃないですか。ここでキャッチしたよ。これが、ここでキャッチしたよっていうタイミングに降りるんですよ。だから、いよいよ、このタイミングで動き出さなかったら、ステップバックだなって相手は思ってるわけですよ。わかります？ハーデンといえばステップバックのイメージ、むちゃ強いですよね。だから、この動きが、ここからここ、ボールがこの辺りにあるときに、来るぞ来るぞ来るぞって思ってるときに、相手が、そのハーデン選手がまだキャッチしないから、おどういう感じなんだと思ったら、そっから膝を抜いて、膝を抜くというか、まあ、両足を持ち上げるようなイメージですね。こういう、わかります？飛ぶんじゃないんですよ。膝を持ち上げて、足の裏を持ち上げて、勝手に地面に落ちるイメージです。こういう、わかりますか？この原理を利用して、で、ワンテンポ、まあ、0.5 テンポぐらい遅れて、はい、まあ、本来だったらドリブルをしなきゃダメ、もしくはボールをキャッチしなきゃダメなタイミングで攻めれるっていうね。もうこれはねすげえ厄介ですね。だから結局それが
もしかしたら普通のドンドンドンってさっきちょっと説明したようなこのドライブから来るのか、それともその動きの中で急にステップバックが来るのか、それともその動きの中でもう一回ドライブにつなげるのかっていう、もうここはねもう本当に考え出したら、まあ、多分どうしようもないですねもう。はい、だからまあこのプレーっていうのはどこまでがちょっと認められるか、まあ、それハーデンだから OK だとかっていうのはあるじゃないですか正直ね。あのカリーがなんか同じような2ステップこうポンポンポンってこう下がってシュートを打つやつ真似したら余裕でトラベリング吹かれたって、ね、で俺13番だよ13番だよとか言ってハーデンだよっていう風にやってた動画とか、僕もあのトラベリングのゼロステップの時にちょっと見たことありますけど、はい、だからまあどこまで許されるかっていうのはちょっとわからないですけど正直。ただあの原理としては知っておくと、まあ、あのゼロステップができたせいでそのゼロステップのゼロをドリブルの突き始めに始めるのか、それとも突き終わりに使うのかとかで、もしくは真ん中のタイミングで使うのかって、この真ん中のタイミングっていうのが多分ハーデン選手が使ってるタイミングなんですね。はい、だからこれがちょっとしっかりできるようになると、まあ、すっげえことだなと思いました。ちょっとすいません、さっき動画見ていきなりやったんでなかなかできなかったんですけど、ちょっとイメージとしてはここで持つんじゃなくて、ここでまだ返さない、もう一回自分も一緒に降りてここで持つっていうね、そこのたった十何センチ、20センチの差で、あの相手からするとタイミング的にはえどっちなんだってこう思うようなね、はい、感じになると思います。はい、ということで、まあ、ちょっとすいません、あの話長くなったんですけれども、はい、ハーデン選手のまずすごいところを2つちょっと挙げてみました。はい、皆さんもねぜひあのこれは学べるところがあると思いますので、この今の時期にしっかりと学んで、レベルを1つ上げていただけたらと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。